はい、こんにちは、コウスケでございます。今回ですね、2月24日、木曜日、違う、水曜日ですけれども、今回ですね、朝起きたらとんでもないニュースが、ツイッターで大盛り上がりしてましたね。なんとですね、今年2021年冬に公開される MCU 版スパイダーマン第3作のタイトルですね、場面写真が解禁されたのですが、なんとね、これまでの MCU 作品の発表の仕方とは違った宣伝方法というか、プロモーション活動ですよね。まあ、ファンはね、完全に惑わせに来ている手法を取っているな、ということでね、なんと今回はモホランド、ゼンデイヤ、そして、ね、ジェイコブ・バトロン3人がですね、インスタで解禁したタイトルが違うということです。この、ね、タイトル発表でさえね、ファンの考察を引き出させようとしているマーベルスタジオにね、燃えておりますけれども、今回ですね、このね、公式に発表されたスパイダーマン3のタイトル3つについてそれぞれ考察していきたいと思います。さあ、今回発表されたのはトム・ホランドがファンホーム、ゼンデイヤがホームスライス、そしてジェイコブ・バトロンがホームレッカーというね、それぞれ違ったタイトル画像を発表しました。3人ともね、ホームという、これまでのね、MCU 版スパイダーマン作品では、必ずね、使われているワードが確認できますが、しかしね、3人それぞれが、なんで僕が聞かされたタイトルと違うのとかね、もういいよ、ジョン・ワッツに電話してくるみたいなね、薄いやり取りをしていることから、用意して発表するというね、公式による台本通りに動いているのは確かと思いますが、本当にね、3人が知らなかったっていう可能性もあると思いますけども、いや、多分それはないでしょうね、おそらく。まあ、お互いが多分それぞれね、気づいてない体で多分ね、このインスタのプロモーション活動っていうのも多分してるんだと思いますけれどもね。まあ、だから多分3人がそれぞれ、なんで違うのっていうやり取りまでが多分一つのね、パッケージだと思うんですけれども、まあ、このね、3人がそれぞれ違ったタイトルを聞かされていたっていうね、この手法を取ったプロモーションのやり方もですね、撮影から台本まで全てが極秘で動いているハリウッド業界の中でもね、特殊すぎるマーベルスタジオの撮影方法、そしてね、予告編にフェイクシーンを混ぜたり、タイトルをね、ギリギリまで発表しなかったりっていうね、宣伝プロモーション活動も、このね、マーベルスタジオだからこそ通じるジョークですよね。さあ、ではそれぞれね、タイトルの意味を深く見ていきたいと思います。まずはね、トム・ホが発表したファンホームというのは、お家に電話するという意味で、スピルバーグ監督作品の E.T. でも使われたセリフということで、まあ、ピーターはですね、古い映画は知らなそうですけれども、そしてね、ジェイコブ・バトロンが発表したホームレッカーとは、まあ、レッカー車とね、レッカーという単語も入っていることから、まあ、家を破壊する、家庭を破壊するということで、つまりこれがね、不倫関係にある愛人を示すと。そしてゼンデイヤが発表したホームスライスというのはですね、海外のスラングで仲のいい立ち、地元の仲間っていう意味を、しているということで、まあ、それぞれのタイトルの意味をね、違ったものを表しているということですね。今回もですね、いつもお世話になっております、コウスケ山組チャンネルの、まあ、考察班からいくつかね、僕のツイッターのリプとか DM にね、送っていただきましたが、その中でも一つ面白いなと思ったのは、これってね、実は新作でのそれぞれの立場とか行動をね、示してるんじゃないかということという考察を送ってくださいました。ピーターはミステリオの件で困りながらも家に電話すると。ネットはヴィラン側に寝返る、これがね、不倫を意味してるんじゃないかということ。そして MJ とピーターの恋は進展せずに友達のままで終わってしまうんじゃないかというものです。ありがたいですね。これに関してもですね、僕から付け加えるとするならば、まあ、家っていうのがね、必ずしもメイおばさんとかが住むね、ホーム、家を表してるんじゃなく、ピーターの第二の故郷でもある、まあ、アベンジャーズたちを表している可能性もあるんじゃないかということです。今作ではね、ドクター・ストレンジが登場するということもあり、まあ、何人かのアベンジャーズたちに連絡して、ようやくドクター・ストレンジに繋がったのか、はたまた、すべてを一瞬で解決してくれるドクター・ストレンジ一点狙いで連絡したのか、まあ、前回のね、スパイダーマン・ファー・フロム・ホームでも、これって僕の仕事じゃないでしょうとかね、キャプテン・マーベルとかドクター・ストレンジとか何やってんのみたいな話をしてたんで、お兄さん、お姉さん方にですね、まあ、助けを求めているっていうのはですね、トム・ホランドの演じるピーター・パーカーではよくあったシーンだと思いますけども、まあ、不倫がね、ネットを表しているっていうのも面白いですね。僕たちの仲間じゃなかったのっていうね、ピーターの驚く様子が思い浮かびますけれども、そしてね、ゼンデイヤの恋愛に進展せずにそのまま友達のままで終わってしまうっていうのも、まあ、確かに可能性としてありそうですよね。まあ、過去2作ではね、それぞれ曲折ありながらもですね、ハッピーエンドだったりバッドエンドだったりっていうね、感じでしたけれども、まあ、過去作とのね、差別化を図るマーベルスタジオ版のね、スパイダーマンなら、そのどちらでもないハッピーでもバッドでもなく、2人のね、選んだ最大限の人生の選択の最後っていうのもですね、可能性として考えられます。またね、今回のタイトル発表とともにスパイダーマン3のね、劇中のシーンと思われる画像も公開されましたね。3つの写真ともね、どこか古い屋敷というか、まあ、地下室みたいなところでね、3人がいる様子が、公開されましたけれども、まあ、1つは地下室に入る3人の様子、2つ目は地下室の中で3人がね、パソコンを見ている様子、そして3つ目はね、3人が光が照らされている同じ方向を向いているシーン、まあ、これは朝日とかですかね、なんか日が入ってきたみたいな感じで、ああもう朝かみたいなシーンだと思いますけども、
まあ、誰かね、光り輝くキャラクターが登場するならまた違った光り方でしょうね。まあ、ゼンデイヤのね、服に影が入っているということで、この影がね、ドクターストレンジっぽいね、感じもしますが、光の当たり方とかね、影の場所から考えると、ネットの影の可能性は考えられます。まあ、地下室といえばですね、先週のワンダービジョンでも登場しましたが、まあ、それとはまた違った感じですかね。まあ、しっかりインテリアとかも飾ってあるんで、まあ、誰かが住んでいるんでしょうけれども、まあ、ドクターストレンジの隠れ家なのか、はたまた、もしかしたらクレイブンズハンターの屋敷に忍び込んでいるシーンなのか、まあ、ただあまりにも軽装なんで敵のね屋敷に忍び込むっていうね可能性はまあ低いと思いますけども。ではこれですね、今回なぜ3種類のタイトルが発表されたのかということについて考えていきます。まず一つに、ファンを惑わすための情報錯乱、まあ、これがねマーベルスタジオにとって一番やってきそうなパターンですよね。タイトルの発表の仕方でさえお遊び入れてくれるという会社なので、まあ一種のねプロモーション活動なんではないかということです。そして二つ目に、マルチバースに合わせ説。これはね、SNS でもかなり書かれてましたね。まあ、特に今回は、トム・ホラントのスパイダーマン、アンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマン、そして、トビー・マグワイアの3人のスパイダーマンがですね、登場するという噂は、絶えず囁かれてきましたが、まあ、3人のね、スパイダーマンと3つの平行世界、マルチバースということ、そして3つのタイトルはそれぞれ3という数字が共通のポイントです。まあ、タイトルが違うっていうのもですね、それぞれね、平行世界で、まあ、それぞれのタイトルがあるということで、まあ、これもね、マルチバースを表してるんじゃないかということです。そしてね、僕がこれツイッターでも書きましたけども、まあ、実はね、今作は史上初のね、3作同時公開、つまり、トム・ホランド、ゼンデイヤ、ジェイコブ・バトロン、サニーがね、発表したタイトルは全て正解で、実はね、これはポケモンでいうダイヤモンド、パール、プラチナみたいなね、映画でいうゼクロムとレシラムの2つの映画が同時公開みたいなね、複数の作品を同時に公開しますが、登場するキャラクターとかでヴィランね、セリフの一部が少しだけ違うみたいな感じで、ファンが好きな作品を選べるタイプの映画なんじゃないかということです。まあ、可能性としてはね、ゼロに近いですが、果たしてどうなんでしょうか。またね、今作ではデアデビルがね、登場するという可能性も囁かれているため、ソニーとディズニー、そしてネットフリックスという3社の匂わせをしているんじゃないかということも考えられます。まあ、どのね、理由が正しいかわかりませんが、まあ、今作ね、スパイダーマン第3作では3という数字がね、キーワードなんじゃないかということは確かだと思います。またね、現在13時、まあ、14時になりますけども、日本時間の16時から、海外の方では、ジミー・ファノのね、ツナイトショーでですね、本日、ゲストがね、トム・ホランドということで、おそらくツナイトショーの方で正式なタイトルが発表されるんじゃないかというふうにね、海外ファンは考察しておりますが、果たしてどうなんでしょうか。さあ皆さんはね、このスパイダーマン第3作のこのね、タイトルについてどう思うでしょうか。ぜひともね、コメント欄に書いていただければと思います。さあ今回はスパイダーマン第3作のタイトルが突如発表されたが、どうやら怪しいということについてご紹介しました。この動画面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。トリジョコウスケでございました。Say a word, we're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we say.